い、どうも KB です。今日はですね、前回、ドラムセットを購入しますっていう話、まあ購入しましたっていう話なんですけど、動画を、出したと思うんですけど、で、セッティングが、終了いたしました。ですね、多分ドラムやってる人だったらもう知ってるとは思うんですけど、パールのクリスタルビートっていうドラムセットですね。ちょっとツイッターでもこうつぶやいたんですけど、その最近、まあ、一般的にその木の、素材っていうのがそのメイプルっていう木が多いんですけど、そのメイプルの木の音がちょっと飽きてしまって、まあ、ずっとどんないい音でもずっと使ってるとやっぱりこう飽きてきてしまうので、で何かちょっと変化をつけたいなっていうこともあって、このクリスタルビート、まあ、アクリルシェルなんですけどにしました。でクリスタルビートに関してはこのクリア透明な、シェルと、あと、何色だ、赤とあれオレンジなのかな、黄色なのオレンジかなの、多分3種類があると思うんですけど、それの、このクリアを買いました。でですね、以前話したこともあるんですけど、そのネットで買うよりもその楽器屋さん店舗で買った方がいいっていう話をしたことがあるとは思うんですけど、今回ネットではなくてもう本当普通にこう楽器屋さんでもちろん買ってきました。でその楽器屋さんも今までこう行ったことのない、初めて行った楽器屋さんだったんですけど、まあ、そこでちょっと購入したおかげもあり、そこでまたこう人とのこうつながりもできたので、ドラムセットもこう購入しつつ、その人とのつながりもできたのでよかったかなと思いますね。やっぱりこうネットだとその人とのつながりっていうのはもうなくなってしまうので、で、これ一応、そうですね、サイズ、キックが22です。ちょっとこのアングルだと見えないのかな、また後でちょっと映しますけど、でタムが、10、12で、こっちに一発、16のフロアで、こっちですね、ここにも一発フロアが置いてあります。でこれが14です。だから普通にこう10、12、14、16っていうセッティングももちろんできるんですけど、なんかっていうかな、そのポンポンってここにフロア2つこう並べると、なんか左側がこう寂しいっていうのと、あとこうなんだ、ミキサーがここに置いてあるので、こうボンボンってやるとミキサーの置く位置がちょっと困ってしまうから、どうしようかなって思ってちょっとこっちに置きましたね。ちょっと簡単に一発ずつ音出してみましょうかね。14の音が気に入らないので、後でちょっとチューニングはしますけど、はい、こんな感じな音ですね。で、現状そのマイクを今どうしようかなとは考えてはいるんですけど、まあ、スネアとキックにはもうマイクはこう一応セットはしてあるんですけど、上ですよね、上のトップをどうしようかなって思ってるんですよね。結局こっちの普段
今までこう撮ってた方にもうマイクはセッティングしておきたいので、新たに買うかそれか何かしら違うものを1本上に立てて撮るか、なんかそんな感じにしようかなと思ってはいますけど、何しろやっぱ上は欲しいので、でないとこう多分このスネアと中に入って聞くだけだとどうしてもやっぱいい音は取れないと思いますので、そこをちょっとなんとかしたいなっていう感じですね。でまあなんだ演奏動画になったら今のところここちょっと見えなくなるといけないので、クラッシュはつけてないですけど、まあここにクラッシュがもう1枚ついて、あとここにどうだろうな、スプラッシュつけるときとつけないときがあるかなっていう感じですけど、今のところはいつでもこうつけれるようにスタンドだけはついてます。まあそんな感じですね。なので通常のこうセットよりもこうフロアが一発ちょっと多い感じにしました。ですね、こう今後も、こっちと今までのセットと両方うまくこう曲とかなんかこうなんていうかな、こう見せたいとかこういろいろなんていうかな、なんて言ったらいいんだろう、その夜で電気をこうつけた時とかだと多分こっちを使った方がいいのかもしれないですし、単純にそのいい音重視だったらそのメイプルのセットを使った方がいいと思いますし、まあ、それはこう使い分けていこうかなと思ってますので、今後ともこのチャンネル、あと演奏動画、楽しみにしてもらえたらなと思いますね。以上です。はい、とりあえず、いろんなところから、アングル一応載せておきますね。これ上からです。でこっちが16、こっち14っていう感じになりますね。でまあミュートは毎度お決まり、まあ、ぐで玉が中で、音を抑えてくれてます。そんな感じですね。うん、やっぱりこうクリアいいですよね。